今回企画発表します。第1回、お前らどんだけやれんねん、ネスアスレチック対決。何急に集まれ、何もわからへん。俺らもそろそろね、いいとこ見せとかなあかんでしょ。あるもん、はいはいはい。ということで、今回アスレチックで、はいはい、もう俺らの運動神経存分に見せていこうと、そういう企画になります。お前ら揃いも揃って、ね、このやめて、このチャリ、ああさあ、今回のアスレチックの舞台は神戸アスレチックグリーニャー。このグリーニャーはですね、日本最大級の六甲山にあるアスレチックになります。はい、はい、ここで、みんなには3つのコースにチャレンジしていただきたいと思います。第1コース目、マッスルアスレチック。マッスル、マッスル、いやお前らもう筋肉あってなんぼやそんなことはないやろ。お前これから海外に行くのにどう渡り歩くの。筋肉なくして、筋肉で、お前らも筋肉なくしては一番は取られへんはい、マッスルコース、マッスルコース1個目第2コース目、バラエティアスレチック。なんか力だけやった。あ、一緒やっけ。頭使わない、この時代にパワーだけ、時代を頭脳が制する。第2コース目、バラエティアスレチック。第3つ目、水上アスレチック。地球というのは水でできてんの、ほとんど。おお、なるほど。水を制せれないものに、水を制せれないものに世界は制せれん。水を制したものが頂点に立つ。おお、水上アスレチック。今回はネスでチーム分けして、誰が一番最強のタッグか決める。おお、はい、はいはい。チーム分けは今からドラフト式でございます。おお、これからみんなに誰と組みたいかを各個人一人ずつ選んでもらって、その人とその人両思いになったらタッグ成立。ああ、なるほど、はい、はい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 。で残ったら第2回目、はいはいはい、って感じでチーム分けしたいと思います。え、2人組、2人組、1人になったらいい。そうやね、1人余っちゃう。1人、1人やばいやん、どうすんの。どうすん、1人の人はソロです。そのままだよ。ノブから、はい、どうぞ。おなるほどね。違います。じゃあシンクに行く、果たして。おお、大松のゆうです。じゃあゆうくん、ゆうくん、じゃあなんかじゃあ僕発表します。はい、成立。やったやった、これタクやね。でんの、あ、ノブ、ノブ、じゃあもう、よっちゃう、よっちゃう、次、とりあえず成立してるから、あー、振られました、振られました。ってことは残ったメンツで3人です。うわ、難しい。じゃあ行きます、せーの、ドン。
タク、ノブ、ノブってことは、ここで整理戦ヤンシーヤンシー一人なるほどねヤンシー一人ですなるほど、なるほどまあでも、でもヨッシーの多分発言は一番自信あったから、うん、みんなそれ加味しとったかも。そうそうそう、いや僕一瞬ヨッシーと迷ったんですよ。一応こっちも書いてなかった。お前もよ、うん、めっちゃ悩んだ。めっちゃ悩んだな。えぐいほど悩んだ。めっちゃ悩んだ。時間かけすぎて、めっちゃ勝ちにいっとって、うん、収録時間あーもうヨッシーが誰選んだかもバリ考えたしで今回はポイント制で、はい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 、タイムアタックで競いたいと思います、はい、1着の人が、まあ、10ポイント、うんうん、2着が、まあ、5ポイント、うん、で、まあ、最下位が0ポイントみたいな感じで、はいはいはい、ポイント制分けて、はいはい、競うのね、はい、タックの人は2人のうち早い方のタイム、うん、で1人の人は、まあ、そのままそのタイムで、一回限りで落ちたらタイムなし、うん、はいはいはい、はい、で最下位の人は罰ゲームがあります。おお、マジっすか。罰ゲームをちょっと決めてないから、はいはい、今からみんなで投票取って何にするか決めようと思います。投票じゃあまずノブからいいでしょう。ジャイアントスイング。あ、ジャイアントスイング。あ、なるほどね。ジャイアントスイングで海に掘られる的なの。そこまで考えてなかったけど。あ、まあそれもありですね。はい、以上です。僕からは以上です。じゃあ次ゆうくん。でーん。うわー、痛そう。毛が一気に抜けるワックスで、ジャン勝ちが負けたチームにどこの毛を抜かれるかしてる。うおだーそっ、あ、そうそうそう、消すな。じゃあ次、しんくん。はい、僕はこれです。やばすぎる。あかん、それはやばすぎる。最悪や。あかんって。一番やりたないかもしれない。それはほんまにかん。まだ全部出てないけど。もう負ける気がしなかった。ああ、そうか。負ける気がしなかったんで、僕は坊主だよ。じゃあ次、タク。はい、こちらです。めっちゃ楽や。いいかな。めっちゃ楽やし、ええ下手やん。いいかな。ちょっと弱いな、なんか。これは一番リアクションが求められるやつだと思うから、これじゃ罰ゲーム込みでね。そう、はい、じゃあ最後僕です。何やろ。イエーイ。俺はきつい、俺はきつい。ちょっと俺ジェットコースターも苦手やから。無理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 。俺は結構きつい。アンジーはしない。まあ王道でしょ。まあまあまあ、確かに罰ゲームって感じ。1個入ってたらいいかなぐらい。俺も大好き。それはじゃあ大好きってせこい、せこい、せこいわ。何がじゃあ、じゃあ俺という一案としてバンジーを出しただけ。じゃあ、じゃあ、せ、まあ、バンジーが選ばれるか分からへんけど、うん、バンジーが選ばれて、その高所とかジェットコースターが得意な人はちょっとバンジー強化しようよ。どんな、あ、確かに、はいはい、どんな感じ強化。パンツ一丁で、それがやばいやろ。パンツ一枚で飛ぶとか、なんか恥ずかしい思いぐらいしてる。どこで黒歴史。俺ら飛ぶだけで精一杯やから。お前らもパンツ一丁で飛ぶんだよ。そうそう、高所好きな人や、や好きなやつだけパンツ一丁、おかしいから。でももう飛ぶやん。飛んだ瞬間に俺らも飛んでんねん、もう、うん。毎日バンジーな。どれにします。坊主嫌やな。坊主はマジで嫌や。俺一番嫌や。その後の活動に支障出る。ウィッグ、ウィッグ、ウィッグ。あ、むしろ増えるか。ウィッグやるか。もうどんな長さでも調節かな。
今んとこ鼻うがいをもう選びたい。え、ブラジリアンワックスは？それも結構これでもマシかもしれない。嫌やけど、うん、やったら無駄毛なくなる。プラスではある。鼻うがいもですよ。なんか罰ゲームの営業会になってる。我が社でもで、ね。でも一旦坊主にしたらキューティクルまた戻ってくる。ゼロから始める。どうする？リターンがすごい。じゃあ罰ゲームはチームで1位になった人の罰ゲームすればいいんじゃない？うわー、確かにエグいけど。だから、あ、なるほどね。1位の人今回、うん、商品はないけど、うん、罰ゲームを決めれるっていう。うわでかい、やばいやばい、でかいでかい、やばいでかい、マジやばい、ほんまにマジやばい、罰ゲームの権利あれど、俺は全然自信買ってまうやん。俺らこの企画終わった後も仲良しような。だからタッグやったら、うん、そのどっちかを採用すればいいだけで、うん、はいはいはい、じゃあソロの人が買ってしまったらもう一択やな、その一択になる。やばい、いや怖いって。これで、これででもみんな、うん、アスレチックにちょっと秘密気が入ってる。まあまあ確かに、でも本気でやらなあかんなってくるね。でもタックの方が得るよな絶対、うん、確かに。じゃあまあ罰ゲームは1位のチームの罰ゲームを受けると。はい、はい、おぼ。俺は OK、 俺はやば。え、箸見て、箸いいの、つけとってみる。いやー熱いから。はいはいはい、ってことで決まりました、決まりました。当日はこのメンバーですよね。はいはい、はい、OK です。しゃー、勝つわ。今から気合入ってきたわ。気持ち悪いしよう。箸って帰るか。さーて、誰が1位になるのかな。お楽しみに。